ご覧いただきありがとうございます。双子ママチョコです。今回は現在年中さんの双子の娘の育児記録の動画です。以前妊娠中の様子は別の動画があり、概要欄に貼っているのでよかったら見ていただけると嬉しいです。私は双子の娘が生まれてから育児日記をつけていて、1歳半くらいまではほぼ毎日、年中さんの今だと月に何回かですが成長をノートに記録しています。今回は生後1ヶ月の当時の育児日記を紹介します。人それぞれ考え方や育て方が違うのは当たり前なので、こんな考え方もあるんだなという感じで気楽にご覧ください。これから育児をする方や双子のパパママなど、どなたかの何かの参考になれば嬉しいです。こちらが生後0ヶ月から12ヶ月まで13ヶ月間の育児日記です。この付箋をしているところに2人の名前を書いています。はい、でここから、私なりのこの日記の使い方ということで、ねんねの時間とか、あとはおっぱいミルクの時間、うんちおしっこの時間とかを書けるようになっています。私の場合は双子だったので、この一冊に双子の文をまとめて書いています。例えば、うんちおしっこだと便が出たら×マーク、尿が出たら丸マークで、両方だったらなんかこんなマークだとかをつけたりっていう風に自分なりに考えてしました。どのぐらい飲んだっていうのがわからないので、母乳を飲んだ時は丸で、ミルクを飲んだ時はそのミルクの量を、例えば 60cc とか 100cc とか、そういう風に書くようにしてました。で、ねんねの時間も、例えば0時から2時まで寝たよとか。で、これ一つのところに2人分書いてるので、左側を長女、一応あだ名でちーちゃんということにします。で、次女が右側でちーちゃんということで、この動画ではあだ名でお伝えしていきたいなと思っています。
はい、ということで今回は双子の育児日記の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。また生後2ヶ月3ヶ月と出していけたらいいなと思いますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。じゃあバイバイ。